こんにちは、無課金プロスペース研究家のポルテです。このチャンネルでは無課金初心者の方がプロスペースで効率よく強くなるための情報を発信しております。今回はコインの集め方といったテーマで話をしていきます。まあ、やっぱコインの集め方といったら、まあ、富の支援だと思うんですけど、まあ、僕自身でもう今半年ぐらいはね富の支援やってないんですよね。まあ、それは他で集めてて、まあ、やる必要がないからっていうことになっております。まあ、それには消費の仕方を工夫したりとか抑えるべきイベントを抑えるっていうところがありますので、どの辺を意識してやっていけばいいのかっていうところをね話をしていきたいと思います。で、今日紹介する集め方の中で、人によってはもう1分でね5万コインぐらいゲットできてしまうようなこともありますので、まあこれからコイン不足に困りたくない方はぜひ最後までチェックしていってください。ではやっていきましょう。それではまず集め方の紹介する前に、そもそもコインはなんで必要なのかってところをまあ確認をしていきます。集め方から知りたい方は字幕からそこまで飛ばしていただけるとスムーズに見れると思います。はい、というわけでやっていくんですけど、まあ、非常にシンプルで、まあ、コイン消費するとしてはやっぱ特殊能力のレベル上げ、そして特訓のレベル上げだと思います。特殊能力に関しては、全ての特殊能力全部レベルマックスまで上げるんだったら1人の選手につき12万コインも必要になってきますね。特殊能力1つをレベル5にするだけでも4万コインで、かける3で12万コインが必要になってきます。結構エグいですよね。で、そして特訓に関しても、まあ、その特訓素材の組み合わせ方にもよりますけども、ざっくりね、レベル0からレベル10まで上げるのに3万から4万コインぐらいかかってくるかなと思います。というわけで、まあ、ざっくり、まあ、1人の選手を特能マックス、特訓もマックスっていう風にするんだったら、もうね、15万コイン必要となってくるってことなので、例えば毎月ね、1人を選手をね、獲得して、それをね、全部毎回レベルマックスまでね、補強していくってなると、まあ、1ヶ月15万コインと考えると、まあ、年間ね、180万コイン必要になってきますので、かなりね、始めたての方は特に大変なんじゃないかと思います。そういったところで、まず消費の仕方ですね。なるべくその消費を少なくする方法として、そのレベル上げに関してのタイミングを気をつけましょう。まあ、これはキャンペーンが来た時にやるべきっていう話なんですが、まずコイン消費2分の1ですね。まあ、結構最近来ちゃったんですけど、このキャンペーンが来てる時には基本的にはそのレベル上げをするように意識していきましょう。まあ、単純に半分なので、まあ、その準備をしっかりできていれば、かなりお得にレベル上げをすることができます。これは特殊能力でも特訓でもどちらでも使えます。で、そしてもう一つが特訓 1.5 倍キャンペーンですね。まあ、特訓っていうのはその消費するときの選手の数、素材の選手の数によって、まあ、そのコインのね、数が結構変わってくるので、まあ、それをその特訓成功率で 1.5 倍にしてくるこのキャンペーンが来てるときにやれば、なるべく少ない人数で特訓できるので、コインの消費も少なくなっていくことができます。なので、なるべくこのキャンペーンが来てるときに集中してレベル上げをするように意識をしといていきましょう。まあ、ただね、これがいつ来るのかって話になるんですが、もうこれに関しては全然予測ができないんですよね。ここが難しい。まあ、大体3ヶ月おきとか4ヶ月おきとか長くて、っていうスパンで大体来てるので、まあ、おおよそもね、ざっくりとした予想できるんですけど、まあ、最近あった特訓 1.5 倍とかも結構なんか人によっては2ヶ月ぐらいにずっと待ちまくってね、選手枠でね、もうレベルマックス選手でパンパンにね、AB ランクやってたって方もね、かなり苦しんでたって方もいましたので、まあその見極めが難しいんですが、最近そのキャンペーン来てないなっていうタイミングでは、なるべくその保管をね、多めにしておくと。まあ、そして逆を言えば、コイン消費2分の1とか、特訓1.5倍に関しては結構最近来てますので、まあ、今の時期は、まあ、外国人 OB とか、そういった選手たち、ゲットした選手の、まあ、レベル上げはね、全然やっちゃっていいのかなと。まあ、選手枠とか選手量に関してはね、まあ、後々どんどん拡張していくもんなんで、別に上げちゃっていけばいいのかって思いますけど、まあ、あまりにも拡張する人数が多いと、まあ、一気に消費するエナジーがね、多くなってしまうんで、まあ、キャンペーン来ないかなって時は全然ね、レベル上げやっちゃっていくのかなと思います。それでは集め方の方入っていくんですけど、まず NG の集め方からね、やっていきます。まあ、やりがちなんですけど、これやってしまうともったいないですよ、みたいなのをね、軽く話をしていきます。まず一つ目は、A ランクや B ランクのコイン変換ですね。まあ、S ランク以外の選手に関しては、まあ、コイン変換っていうのね、機能がありますので、それで、まあ、コインに変換することができるんですけど、まあ、これは AB ランクとかはやらないでください。まあ、AB ランクに関しては、まあ、特訓素材とか、まあ、限界突破要因として保管するのをお勧めしていきます。というのも、変換した時にゲットできるコインが結構少ないんですよね。しかも、レベル1でもレベル60でもね、全くコインのねもらえる量が変わんないというところで、結構しょぼいのね、やる価値はないのかなと思います。まあ、なのでするなら C ランクか D ランクですね。まあ、ブーロードとかやってれば、まあ、C ランクとか結構集まると思うんですが、まあ、その辺の変換について、まあ、経験値変換でもいいんですけど、まあ、どっちかっていうと経験値よりねコインの方が優先の高いのかなと思いますので、僕は C ランク D ランクはコイン変換をしております。まあ、これは絶対ではないんですが、まあ、とりあえず A ランク B ランクだけはやめておきましょう。はい、では2つ目の NG の集め方、それは何もない時の富の支援ですね。これはそのタイミングが重要っていう話でね、普通にやってしまうとエナジーをただただ使ってしまうのでもったいないです。まあ、富の支援をするときは、まあ、プロスピフェスタとかルーレットヒッターみたいな育成系イベントと呼ばれる、まあ、試合をすることで、イベントが進むようなイベントの時にやっていきましょう。
何もない時にやるのではなく、他にイベントとか絡んだ時の方が、まあ、消費エナジーとか少なくできたり、他にもねアイテムゲットできたりとかいいところがあります。まあ、具体的にはこの後話をしていきます。はい、というわけで具体的にどうやって集めればいいのか、おすすめの集め方紹介をしていきます。一つ目はアイテムの変換ですね。これはユニチケット、覚醒魂、試練チケットが対象なんですけど、まずユニチケットですね、こちらです。まあ、このアイテムは10枚使うことでユニボックスを1回引けるって書いてあるんですけど、まだその限定のユニフォームをゲットできるってやつですね。そのユニフォームをゲットしたら、まあ、試合で選手に着させられるみたいな感じですね。まあ、見た目変わるので結構ね、楽しめたりするところなんですけど、まあ、その見た目はね、別に重視しないよって方に関しては、まあ、コインに変換したといいと思います。これですね、1枚につき500コインに変換することができますね。まあ、例えば今僕、まあ、このユニチケットね、まあ、僕はコインの方欲しいので、まあ、変換しますと、まあ、これで11個あったので、まあ、5500コインがゲットすることができます。まあ、結構手っ取り早いですよね。はい、でこのチケットは、まあ、グランドオープン前だったかな、2月3月ぐらいに、確か全部そのなくなっちゃうので、そのなくなる前に必ずねこれを変換するように、余っちゃってる人はもうね変換忘れないように気をつけていきましょう。はい、次が2つ目、覚醒魂ですね。こちらも同じくね、1つにつき500コインに変換することができます。でこれは本当覚醒の時にしか使わないはずです。はい、まあ、なんかイベント限定で、ね、覚醒できる選手がいるんですが、まあ、それを A ランクから S ランクに変換するときに、必要となってきます。1回10個だったかな、必要になります。まあ、なのでまず覚醒をね、ずっとしないよって方に関してはもう全部ね変換しちゃっていいと思います。僕もねざっくり、35個あったね、まあ、覚醒近々しないかなと思うのでやってみたと思います。そしたらね17,500円、わ、手っ取り早い、いいですね。まあ、すごい勢いよくやっちゃいましたけど、まあ、使わないなら全部変化の OK で、ただ、まあ、毎回ね覚醒してるよっていう純正の方とか特になのかな、まあ、選手によっては覚醒したいかなって方は、まあ、とりあえずね10個ぐらい余しておけば、まあ、まあ間に合うのかなと思いますので、まあ、10個ぐらい余して、まあ、コインが欲しい時に今変換するって感じでいいのかなと思います。で3つ目が、この試練チケットですね。まあ、これも同じく1枚で500コインに変換することができます。でこれはまあ5枚使うことで試練大解放っていうのができて、まあ、全ての試練のね試合を選べたり獲得できるアイテムが増えるので、必ずね試練するときは大解放するべきなので必要なアイテムなんですけど、まあ、試練もねその何もないときにやってはもったいないってさっきの話だったんですけど、このアイテムに関してはまあ50枚くらいで余しておけばまあまあなんとかなるかなと思いますので、まあ別にその人によりますけど、緊急の方はまあとりあえず50枚くらいにすればいいのかなと思います。今回26枚かなでやったら、まあ1万3000コインにできましたと。でまあ50枚余ってるって感じですね。で今やっただけでも3万6千コインゲットできましたので、まあ、結構いいですよね。手っ取り早いので、まあ、コイン不足になっちゃった時にこのアイテムとかね確認しておくと、意外とねあまだ余裕じゃんとかなったりするかもしれません。ぜひ使ってみてください。はい、というわけで集め方、1つ目がアイテムで、まあ、2つ目はそのイベントとか、まあ、普段のねやっていくことを全部やっていくってことですね。まあ、これ単純にまあデイリーミッションとかも含めますし、まあ、ターニングポイントでもコーダの達人でもプロスピコロシアムとか何でもなんですけど、まあ、イベント何でもやっていけば報酬しっかりねコインが待ってますので頑張っていきましょう。で特にめっちゃね、ここ意識した方がいいイベントがあって、まあ、特に、ね、プロスピ交流戦とプロスピコロシアム、この2つはもう特に頑張りましょう。まあ、このイベントではその他のユーザーと競ってね、その順位によって報酬が変わってくるので、頑張って結果を出せばかなりの報酬をゲットできるっていうイベントになってるんで、まあ、ここでいかにいい順位を取るかで、ゲットできるコインが変わってきます。プロスピコロシアムでは前回ちゃんと1位になれましたので10万コインをゲットできました。でプロスピ交流戦がえぐいんですけど、1つのタイトルを取ると1つにつきね1万5000コインゲットできるんですよね。でそれが11タイトルで、それを全部総なめすると、まあ、こういった感じで16万5000コインをゲットできます。ここでね一気に貯まるんで、もうこれはしっかり押さえておきましょう。で攻略法に関してはね毎回出していこうと思ってますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。でそれを除くと、まあ、特に意識すべきといったら、まあ、強いて言うならドリームキャラバン、うん、まあ、これはね誰でもね本当はエナジー使いまくってやるべきイベントなんですけど、結構走ると、まあ、そこそこコインもゲットすることができます。まあ、以前その帰ってくるエナジーとかも含めて、まあ、720エナジーの消費で、まあ、10万コインがゲットできました。まあ、走れる人はねこのぐらいやると、他の本来はね A ランクとか欲しいと思うんですけど、まあ、このコインでも意外と美味しい思いができます。まあ、そして大事なのが育成系イベント、プロスピフェスタとかルーレットヒッタープロスピートレジャーとかですかね。そういったイベントが来た時に、まあね、エナジー使ってもいいから、なるべく試合をたくさんしましょう。そうすることで、まあ、その、プロスピフェスタとかでも、まあ、くじ引きを引けばね、エナジーとか A なんか当たらなくても、コインとかも意外と結構当たったりもしますので、まあ、そんな多くないんですけど、もうここも地質もですと。はい。で、イベントの関してはそんな感じで。で、3つ目が、まあ、V ロードの活躍報酬ですね。この自走車による活躍ゲージを貯めたことによって、コインがゲットできます。これ意外とね、地質もなんですよね。まあ、1試合だと、まあ、平均して、まあ、星7だと200ぐらい。まあ、その試合によるんですけど、しかゲットできないんですけど、まあ、1周で考えると9200ぐらい、まあ、46試合あるんで、まあ、9200コインぐらいはゲットできます。
って考えると、まあ、1ヶ月で、まあ、2、3週ぐらい、まあ、ちょっとわかんないんですけど、2、3週ぐらいすると思うんで、2万から3万ぐらい、1ヶ月でゲットするって考えると、結構、チリツモなので、なるべく実操作ね、時間がある方はなるべく実操作意識しましょう。700ゲージまで貯めれば、まあ、B ランクとかもそこそこゲットできるので、まあ、特殊要因とか特訓用にすることもできます。まあそんな感じですね。まあ僕の場合はまあその3つでなんとか今のところはエナジー不足にはなってないかなっていう感じですから、まあ大量補給が何もできてないと思うんですけど、まあ基本はそれでやっていくと、まあある程度コインは足りてくるのかなと思います。で、それでも足んなかったら、まあ富の試練ですね。で、これもまあ何もない時にするんじゃなくて、まあ何かと絡んだ時、まあ何かっていうのはまずスタミナ半分のイベント。まあこれは消費エナジーがね単純に半分なんで、エナジー消費が少なくコインをね効率よくゲットできます。で、あと育成系イベント、まあさっきも言いましたけど、フロスピフェスタとかそういった系ですね。試合をすることでイベントが進むようなやつです。エナジーも返ってくるので消費エナジーが少なく済むし、まあ、AB ランクとか特訓コーチとかでコインとかもプラスアルファ返ってくるので、そういった時になるべく富の試合をやるように意識していきましょう。はい、というわけで今回はコインの集め方といったテーマで初心者向けに話をしていきました。まあ、なんだろう、特別最新情報についてのね話とかなかったら、まあ、こういった風に基礎に立ち返って、まあ、今更聞けないようなこともね、話をしていきたいと思いますので、まあ、動画のリクエストとかもね、どしどしお待ちしてますもんな、なんかもうバカにしてんのかぐらいのね、ほんと初歩的なね、聞きづらいことでもいいので、初心者の方向けに役立つことをね、話をしていければなと思います。まあ、こんな感じで、無課金初心者の方向けに、プロスピースで効率よく強くなるための情報を流していきますので、もっとこういった情報を知っていきたいなと思っていただけた方は、チャンネル登録といいねボタンお願いします。で、Twitter で YouTube で話してない、まあ、プチ情報、最新情報についての話とかもね、してますので、そちらも気になる方は概要欄からフォローお願いします。では、ありがとうございました。